It's been a while since I have seen こんにちは、おはようございます。おはようございます。笑ってないよ、ごめん。準備しようと思います。リカちゃんです。パンジャビあんまりなかなか終わんないんですね。もうなんか2日目ですけどね。でも楽しいですね。めっちゃ楽しい。ここはどこですか？ここ？はい。三本の。三本のですか？なんかいろんなショッピングモールが入ってるんですね。今日ここで靴買います。夜絶対。今はちょっと用事がありますけど。ロッテウォーターパーク？はい、家族で一番大きいって。すごーい。だから来ましたよ。わあ。すごくないですか？だけど初めての気分なんだ。はい、もっと大きいと思います。おお、すごーい。皆さん分かってる方もいらっしゃると思うんですけど、私たちはソウルに住んでた時にお互いの誕生日の時は絶対オーシャンワールドっていうカンウォン道にあるこういうウォーターパークに行ってたの、毎年ね。だからそれぐらいウォーターパークが大好きで、流れるプール大好きだよ。そうだから、すんちゃんが今日のね、あのヒントちょうだいって言った時に泳ぐって言ってたから、なんかもしかしてプサンにもあんのかな、ウォーターパークって思ってて、そしたら本当にあったから。すごい。お見せします。ここがロッテのウォーターパークです。多いね。行ってきます。すんちゃんも。ロッテの姫ウォーターパークです。Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make a mistake. I'm gonna skip my breaks.
feel alive. It's just what I do when I'm out. So, これが釜山の直売？いや、おるじゃないかよ。진짜。いただきまーす。ありがとうございます。恥ずかしい。ありがとうございます。スンジュに一言。愛してる。佐々木。ゆかに一言。愛してる。ゆかちゃん愛してる。愛してる。最後の夜でした。車がうるさいですから、まあ。なんか2日早いですね。めっちゃ早い。今日のメインのでワタパクは最高やった。私が最高やった。本当に楽しかった。あんなにあのリアルな波、そう強かった。あれは皆さん後で見てくださいね。早く編集したい感じ。今回のはスンちゃん頑張った。スンちゃん頑張った。私さっき靴買いたくて何も見えなくなって、また私だけ暴走なって。ゆかちゃんの誕生日なのに、また私買い物スンちゃんがまた出まして、すいませんね。でもこの3日間頑張ったからね、それぐらいは許してよ。注目の結果は、ゆうさんね、こちらまたホテル着いたので、またゆかちゃんの後でインタビューと、また、はい、明日もちょっとありますからね。サミー최고의 PD 님이십니다。はい、まあ、頑張ってとったからね、結構とったと思うよ。またはい、動画撮ります。はいよ。はい、こんばんは。愛してる。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日は8月20日ですね。そうだよ。みんなの何だっけ、誕生日おめでとうもらった気分はどうですか？なんか嬉しい。やっぱり誕生日はね、そう、何年経っても嬉しい。それぐらい周りにいっぱいいるんですね、本当に。ね、本当に思った。思ってくれてる人がいるんだなって思ったら、すごい嬉しいね。今日のスンちゃんのイベント、デイツアーどうだったんですか？ウォーターパークはマジで最高だった。姫のところは初めて行ったけど、でもまあウォーターパーク自体にはうちらすごい思い出あるから、なんかそういう意味ではすごい懐かしいなって思いながら、良かったし、私乗り物も意外と結構30分ぐらい待ったら、20分30分ぐらい待ったら乗れるのが結構いっぱいあったから、3個ぐらい乗ったかな。2個、すごい、2個か3個記憶なし。2個か3個乗りました。はい、だから本当に面白かった。はい、夜はどうだったんですか？でね、私の本当に昔からの友達に会って、で、すっごい美味しいチョッパイって、だから豚足かなを食べに行ったもん。で、本当にそこ最高だった。釜山チョッパイっていうところなんだけど、南浦洞の方にあるのね。みんなぜひ行ってみてほしいです。원조釜山チョッパイ、원조釜山チョッパイ、ほんと美味しかった。そう、緊張だった。あとなんか台風来るかなと思って、まあいろいろ検査したのが結構あって、3つぐらい検査したの。一応なんかすごい高級のまあマッサージ1個あって、それ検査した。それはもともと昨日やったの。やっぱ時間2日は短いですね。確かなんか釜山本当に見るとこたくさんあるのね。だから全部見ようと思ったら本当に2泊3日とかは時間足りないから、うちらも今回は釜山だったら有名なヘウンデとかカーンアリーとかそっちのエリアは行かなかったの。だからこっちの南浦洞、ソミョン、サンハンとかの方を集中的に行ったし、今日はね、キメのウォーターパーク行ったけど、
なんかエリア決めていくのもいいと思う。2泊3日ぐらいの、うん、この辺もすごい見るのいっぱいあるし、うん、あの南方道だったら日本人もすごくたくさんいるし、日本人の方来ても全然楽しめると思う。優しいし、うん、じゃあこんな今回やったみんなのみんなに一言言ってください。ゆかの誕生日を本当になんか私のことを思って考えてくれて、私のことをすごい知ってくれてる人たちが心からこうゆかのことを思ってメッセージくれたんだなとか、プレゼント持ってきてくれたんだなとか、会いに来てくれたんだなってすごい感じることができた誕生日だったから、すごい幸せ者だなって思った。なんかみんなにこんなあったかい人たちに囲まれてるんだなって改めて思ったし、なんかそれがすごいありがたかったです。かわいいです。どの瞬間もすごい幸せだった。ありがとうございます。今日は10点満点7点ですか？今日 7? え、結構低いやん。結構低いやん。また来年の誕生日が怖いですね、私は。でも結構それ楽しんでるから。いやいやいや、もう辛い辛い、もうもう辛い。言ってるよ、言ってるよって心が言って。本当？言ってねえし、言ってねえし。プサンすごい良かったし、なんかちょっと住みたくなりました。もちろんまあ旅行とね住むのは違うと思うけど、いい街だなってすごい。いつも来るたびに思うかな。すごい都会と海が一緒にいるのがやっぱ素敵と思う。うん、まああと今日の2日目、あのゆかの2日目っていうかもう1日だけの誕生日だけどね。なんで2日目ってなったから。まああと明日無事に帰って、明日もちょっと残るのがありますから、台風来る予定ですからね、気をつけてください。皆さんまた明日もありますから、今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、誕生日おめでとうございます。はい、なんか2日目だからさ、今日誕生日って感じする。はい、はい。I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall sometimes.